高度救助車はクレーンなど災害時に活躍する特別な機材が搭載された車両で、宮崎市は先月、古くなった車両を最新型の車両に買い替えました。車両の更新にあたっては、宮崎市の山崎上原センターから購入費用の一部にあたる1000万円が寄付されていて、昨日は清山市長が 山崎上原センターの上岡康人常務に感謝状を手渡しました県内に導入されている高度救助車は宮崎市消防局の一台のみで例年60件ほどの出動があるということです